こんにちは、歌一郎です。今回もリサ・ザ・ペインフルの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ブラッドが船を作ってくれる人に材料を全部渡して、今まで一緒に戦ってきてくれた仲間を全部みんな置いてですね、ランドー軍の、島に行くというような、流れでした。その島に行ってみると、バディがなぜかブラッドの父親の、マーティーでしたっけ、と一緒にいて、ブラッドはですね、やっぱり、妹のリサが虐待されて自殺に追い込まれたっていうようなこともあるんで、どうしても、父親を、許せずに、叩きのめすんですけど、バディからすると、ブラッドの憎い父親っていうのは命を助けてくれた恩人だっていうふうに言ってたりとか、むしろブラッドのことをすごく憎んでしまっていて、なんか今までブラッドがやってきたことって全くバディには通じてないんだな、心が通じてないというか、だなと思ってすごく切なくなってしまったり、しました。この後またブラッドは、敵を倒しに行くのかなと思うんですけど、ちょっとどうなっていくのか、なんかハッピーエンドではないのかな、結構破滅的な終わり方をしてしまうんだろうか、このゲームは、とか思いながら、やっています。はい。じゃあ続きをいきたいと思います。よろしくお願いします。これですね。もうこっちには戻れない感じなんだ。ここから先は通れないぞ。彼女はもうランドーのものだ。こんなに傷ついてもバディはブラッドの元に行こうとは思わないのかな。あの子の顔に何があった？傷ついてるぞ。あのハゲの男がやったんだな。バディ、さあここから逃げよう。バディ待つんだ。みんなが来た。来ていたのか。すまない。だが君にこんなことをさせられない。彼女は俺たちの未来だ。きっと君のいない一杯は寂しくなるだろう。俺は最初からこの子を狙ってたんだぜ。あんたは俺たちに何を期待していたんだ、ブラッド。おやすみ、親しき友よ。どういうことだ。ダメだ。この子を渡すわけにはいかない。お前たちはどいつもこいつもこの子の頭を無意味なことで満たし、分別を失わせる。何も分かっていない。俺がこの子を守らなくては。仲間たちをすまない。仲間と戦うの、これ。なんか一番戦いたくない相手。こんなの勝てないよね。
ステリー蒸気、ドメスティック蒸気かな。みんな泣いている。みんな泣いている。戦い続けることが正しいのかな。あれ、噛みついた。レイジはこんなことしたくないなんて。本当はみんなに負けるのが正しいのかな。うわ、倒した。経験値ゼロ。あなたが話すことはありません。しーしー、心配いらないよ、お嬢さん。かかか、顔はなんともないよ。中身、それが大事だよ。僕は君が強い子だって知っているよ。ランドが喋った。声を聞いたのはこれが初めてだ。とても弱々しい声だ。信じられない。待てよ、あのハゲの男はどうする。忘れちゃいけないな。現実を見ろ。勝てないだろう。さっさと諦めて自身の命を忘れずに持って帰ることだ。何も今すぐに死ぬことはないさ。いや、分かっていないな。俺は35年間ずっと死んだままだった。
今日は俺がようやく命を得る日だ。めっちゃたくさんいる。こちらは体力が、さっきの この2人は強いんだな。どうしよう。このまま予想を上回る強さだ。だが俺たち全員を倒すことなど無理だろう。奴を殺せ。どうしよう。まず、どうしよう。軍用食か。どうしようかな。ホースジャーキー補給しとこう。ファイアブラスト。一体何なんだ。あいつは人間じゃない。どうしてまだ生きていられるんだ。両手ないしね。
泣くってなんだろう。リサ、俺を助けてくれるか。救いを求めて大声で泣き叫ぶ。ああ、こういう選択肢が出てくるんだ。俺今初めて出てきたよね。なんかマザーでも最後にボスと戦うときに泣くじゃないんですけど、歌うっていう選択肢が出てくるんですよね。なんかちょっとそれに似てるのかもしれない。誰かにってやつだもんな。やっぱこれか。ランドーと戦ってブラッドって勝てるんだろうか。しかも勝ってもバディがね、ブラッドと行きたくないって言いそうな気もするし。あの子をやつに渡そう。ああ逃げよう。あいつはとんでもない化け物だ。あっちへ行け怪物が。スキルで、わ、叫ぶっていうのもある。全身が痛む。叫ばずにはいられない。恐れを呪っている。試しに泣いてみる。ブラッドは涙を流している。あれ、なんか今 SP 上がった。叫ばずには、叫んでみる。みんな立ちすくんでいる。どう、バーニングヘッドスライド。こうやって戦って倒すことが正しいのかな。でも多分ランドーにまでたどり着かないとどうにもならないのかな。
を流す。やっぱ SP が上がるんだな。ファイアブラストを踏みつけ、追加となった。輝く弾を使ったフライングスラム、すごい踏みつけやってくる。装備っていう、わ、もうランドしかいないんだ。バディ下がっていて、バディはなんでそっち側なんだよ。彼女に触れるな。アームストロング師匠、これなんかかつての教え子か。あのなんかちょっと遠巻きに見てた少年なのかな。お願いです。僕らに必要なのはここ殺し合いなんかじゃありません。彼女は未来への希望です。めっちゃ真っ当なことを言ってるなこの人。バディはただの子供じゃないか。ええ、いやー、これ対決になるんだろうか。一応戦えるぐらいの感じになってんのか。スキル、スキル、チャージングヘッドバット、ジョイを欲しがってるけど、なんかジョイでなんとかするのはきっと違うんだろうな。でいいんだろうか。アイテム、軍用色、うわ、やば、先に相手から攻撃来るね。バーニング、救いを求めて、バーニング、うわ、やばいやばい、ランド、あ、やばい、これやばいじゃん、ブラッドやられちゃったけど、これどこまで戻んの？どうしよう。うわ、ここからになっちゃうんだ。いやいやいや、こっからか。もうちょっとちゃんと戦わないといけないね。いやー、
あの仲間たち、この人たちを仲間のままでっていうのはもう無理なのかな。すまない、だが君にこんなことをさせられない。そっか、ここもやり直しになっちゃうね。そっか、スキル、他になんか道があるのかな。どうなんだろう。アイテム、ホース蒸気、とりあえずランドまで行けることは分かったけど、あれをもうちょっと大事に戦わないといけないな。ディを守る旅っていうのは結局はブラッドの個人的な思いに支えられてやってたものだから、仲間はいたけど結局思いを共にしてたってわけではなかったってことだよな。多分なんかどっかの思い出みたいなところでお金がなくてなかなか稽古できないって言ってたあの男の子がランドっぽいですよね。スキル、で、ホースジャーキーだな、とりあえず。
アブラスト。見えてないのに隠れてんのかなこいつ。この男は予想、戦う。ブラッドのスキルのとこで泣くっていうのが出てくるのもうちょっと後なのかな。そう。
ク。叫ぶは、カットになっている。強。これで最後か。で、ランド、ここでセーブが欲しいな。アームストロング師匠って言ってるもんね。スキル。ちょっとしっかりめに補給してこないとね。戦う、バーニング、強いんだよね。スキル、スキルじゃないな、ホースジャーキーガンガンいってこう。うわ、どうしようかな。ホースジャーキー入れとくか。強い。強いわ。バーニングヘッドスライド。深い。やばいわ。ブラスト、スキル、強い。早めに入れてこう。強いな。叫ぶとかってもしかして効果あったりするのかな。効果ないんだ。ないんか。ホースジャーキー。一発が強いよね。これでもランドの攻撃がちょっと効かなくなってきてるかも。でもなかったわ。
ヤブラスト。ブラスト。お。アイテム、ホース入れとこう。ライク、Tさんに助けてもらう。体力あんだろうな。スキル、軍用食ガンガンに行こうか。ファイヤー、攻撃が当たるようになってきてるかも。うわ、2000いくつとかだもんね。倒れない。うわ、やっぱ時々やっぱすごいの来るわ。うわ、強い。超人ゴヒットワード、そんなに。うわ、なんかマスクが取れた。軍用色、攻撃が弱くなってんのかな。あ、血を吐いた。泣き出している。一番の死でした。あ、ありがとうございました。今までお世話になりました。あ、もう動かない。しかしボディはどこに行っちゃったんだろう。
てる。バディ。これで終わった。どうして俺にこんなことするんだ。どうして今になってあがくんだ。どうして俺が助けてほしい時にそばにいなかったんだ。俺から何もかも奪っていってくれたな。わかっているよ。ようやく人生のチャンスをつかんだと思ったら、ブラッドに奪われたんだぞ。よ、人生のチャンスってなんだ。やめてくれ。どうしてそこまで俺を傷つけようとするんだ。もういい。君が俺を憎むのはわかった。わかっているよ。どうしてだ、ブラッド。どうして俺にこんなことをしたんだ。俺には自分で何かを選ぶチャンスがあったのに。違う、バディ。そんなものはない。いいことでも邪悪なことでも、どんな目的であれ、この世の男たちは君を利用したいと考えている。誰もが、いつ何時も君を利用しようとし、君を傷つける。君自身のための人生を。説教なんてするな。お願いだ。そんなことをするのはもう遅い。今さら父親になろうだなんて無理だよ。俺はただ、たった一度だけでもいいことをしたかったんだ。俺は君を守る存在だったはずなんだ。誰にも君を傷つけさせやしない。ブラッド。俺を一番苦しめたのはブラッドだ。辛いね、これは。バリー。俺の頼みを一つだけ聞いてくれないか。頼む。何？俺を抱きしめてくれ。どうして？それがどんな感じか知りたいんだ。この通りだ。抱きしめてくれよ。抱きしめてあげてほしい。バディ。俺はこれでよかったんだろうか。うわー、これで終わりか。これはあれなの、他にも違うエンディングがあるのかな。どうなんだろう。なんかあれ、時々、あ、ラブとか入ってくるな。ウェイクアップは、え？まだ終わってないの、これ。あ、え？なんか微妙に、まだ生きてるってことなの、ブラッド。
落語者、ブラッド落語者か。右下の鍵って結局何だったんだろうな。ダスティがランドになったのか。何があったんだ。ごめんなさい。僕は強くなくて抵抗できませんでした。誰がこんなことをした。また彼の仕業です。彼は狂っています、師匠。彼はのこぎりを使いました。そしてこう言いました。これはリサのためなんだと。どういうことですか、師匠。リサって誰ですか。師匠。アームストロング師匠。パパ、ごめんなさい。待って、続きからって何？これって、今のはエンディングではなかったの？どういうことなんだ？他にエンディングがあったってこと？どういうことなんだろう、これ。おお。今のが、今ので終わったってことなんじゃないんだろうか。パパってなんだろう。あの子はブラッドの子供ってこと？もしかしてそういうことなのかな。なんか思った以上にすっきりせずに終わりましたね。どうなんだ。そんでこの世界はどうなるんだろう。ちょっと今回一応これで最終回なのかなと思うんですけど、ちょっとネットとかで見て、もし違うパターンの終わり方があったりとかしたら戻ってくるかもしれないです。うまく情報があるかわからないですけど、もしちょっと情報があったら戻ってくるかもしれません。で、あとは多分、リサ・ザ・ジョイフルっていうゲームも、このリサ・ザ・ペインフルのデータの中に入ってたと思うので、それもやってみるかも。知れないです。はい。いや、なんかなんとも
あれですね、謎めいた終わり方で。最後にリサがいたっていうのも何なんだろう、あれ。バディはリサの子なのかな。そういう可能性もあるな。もしかすると、この世界全体がブラッドの妄想なのかとか、そういうことも考えられますよね。いやー、思った以上にもやっとしましたけど、でもまあ一応終わりってことなんだろうな。これで終わるでいいんだろうか。